どうも、草にまどです。英単語最終チェックやっていきましょう。ででん。協定60点レベル。これは分かってほしい。一時停止して全部考えてみてね。それじゃあ答えを言っていきます。丸一番、deliver、deliver。これの答えは？配達する、Uber Eats とか、デリバリーサービスとかって言われるよね。丸二番、career、career。これの答えは？大学にはキャリアサポートセンターとかいう、就職活動を手伝ってくれるところがあったりします。丸三番、suspect、suspect。これの答えは？疑う。まあ、think と同じと実は思っていただいて OK です。doubt もね、しっかり押さえておいてね。こっちは don't think やね。丸4番、found、found。これの答えは？設立する。丸5番、particular、particular。特有の、特有の。めちゃくちゃ試験によく出ます。どうも、カサニマロです。共通テスト60点レベルの英単語。これは分かってほしい。確認していただいて解説していきます。ワンタップで止めてやってみてね。丸1番、quarter、quarter。これは4分の1。おじいちゃんおばあちゃんが外国の方の人とかはクォーターって言いますけども、4分の1外国の方の血が入っている。だから、クォーターです。丸2番、rumor、rumor。これの答えは噂。まあなんか、ふわーってこうなんか噂が広まってる様子をね、想像しながら、ルーマー、ルーマーって発音して覚えてください。これはユーマっていう未確認生物の噂。ユーマの噂って覚えてましたね。丸3番、translate、translate。これの答えは翻訳する。translator で翻訳家です。丸4番、polite、polite。これの答えは礼儀正しい。まあこれはまあ分かったよ。polite って礼儀正しいわ。覚えてくれー。お次は共通テスト70点レベル。どうも、カサニマロです。共通テスト70点レベルの英単語、この4つ、ぜひとも分かってね。60点、80点ぐらいのイメージかな、難易度で言うと。ワンタップで止めて、自分で確認して、解説を聞いてね。まず、丸1番。luxury、luxury。これの答えは贅沢品。ラグジュアリーなコース。ラグジュアリーなカードとかに言われるように、贅沢なってことです。丸2番。weapon、weapon。これの答えは武器。ドラクエで、君のウェポンを選んでね、って言われるから、武器で覚えてください。丸3番。これ難しいです。fetch、fetch。これの答えは？を取ってくる。ひったくるとか万引きするみたいなね、意味でも使ったりしますけども、取ってくると覚えるのが無難だと思います。丸4番。inherit、inherit。これの答えは？を継承する。まあこれ相続するっていう意味もあるんですけど、まあ概して言えることは、受け継ぐみたいなね、意味合いがあるので、まあ受け継ぐ系って覚えておいていただけるといいと思います。どうも、カサニマロです。共通テスト70点レベルの英単語。これ全部わかるかな？ワンタップで一時停止して確認して動画を見てみてね。それじゃあ丸1番から解説していきます。丸1番。track、track、track。これの答えは？足跡、足跡。トラッキングって言って、足跡を追跡するみたいなのが IT 用語であったりします。二つ目、sequence、sequence、sequence。これの答えは？連続、連続。連続とか、順番っていう意味もあるね。カタカナ読みだと、シーケンスとなります。シーケンスとか、シーケンシャグ。丸三番、fragile、fragile、fragile。これの答えは？壊れやすい、壊れやすい。エブリリトルシングでフラジャイルって歌があったりとか、あと漫画でもね、フラジャイルっていう漫画あるので、ぜひとも読んでみてね。ここから共通テスト80点レベルのちょうどいい難易度帯が続きます。ワンタップで一時停止して確認してみてね。それじゃあいきます。丸1番、コマンド、コマンド。これの答えは何々に命令をする。コマンドキーとかあるよね。だからコマンドキーでみたいな感じで、コマンドキーでみんなでいっぱい連打してみてね。丸2番、ボケーション、ボケーション。これの答えは転職、転職。休暇、バケーションにボケーションを見つける。休暇中に転職を見つける。みたいな語呂合わせでも覚えれるかなと思います。丸3番、カルティベイト、カルティベイト、カルティベイト。これの答えはなんとかを耕す。文化を耕す。カルチャーをカルティベイトする。文化を耕すで覚えよう。これみんなわかるかな？一時停止してテストして確認してみてね。それじゃあ答えを言っていきます。丸1番、ダイジェスト、ダイジェスト。これの答えは消化する。消化やね。2番、サステイン、サステイン、サステイン。これの答えは維持する。リテイン、メンテイン。まあメンテナンスからメンテインとか、定員系は結構維持する系が多いです。3番、クォート、クォート、クォート。これの答えは引用する。ダブルコーテーションとか、コーテーションマークっていう言葉があるよね。それとタングレンズ付けて覚えましょう。ショー。どうも、カサニマロです。今日は共通テスト80点レベルの英単語を紹介していきます。ちょっと難しめかもしれないです。85点レベルぐらいかな。はい。ワンタップで一時停止してテストして確認してみてください。丸1番、graceful、graceful。これの答えは上品な、amazing grace に当たると思うんですけども、grace、上品な歌だよね。だからもう上品なっていう風にね、grace 覚えてほしいです。graceful。grace がいっぱいやからな。うん。丸2番、substitute、substitute。これの答えは代わりに用いる。
これはもうサブがいっぱいやから、なんかサブいっぱい代わりっぽくないって思ってる。確かにね。丸三番。ドーン。ドーン。これの答えは夜明け。夜明けがドーン。どうも、深谷丸です。共通テスト80点レベルの英単語。これ、わかるかな？ワンタップで一時停止して、自分で確認して、問題を解いて、いろいろやってみて、確認して、今から解説をしていきます。丸一番。ウィットネス。これの答えは目撃する。目撃だね。ウィットネス。目撃やね。丸二番。クレイ。これの答えは粘土。まあ、クレイアニメってさ、その粘土アニメ。なんかあるやんか。NHK とかでやってるやつね。だから、クレイは粘土。3番。サイマルテニアスリー。これの答えは同時に。at the same time と同じ意味です。シムルタネオウスリーと覚えよう。気持ちいいよね。サイマルテニアスリー。どうも、カサニマルです。共通テスト80点レベルの英単語。これ、みんな、わかるかな？ワンタップで一時停止してテストをしてみてね。それじゃあ、行くぜ。丸一番。intensive。これの答えは集中的な。短期的なコースみたいな感じで、インテンシブコースっていう風に言ったりするよね。丸二番。sacrifice。これの答えは生贄。生贄。サクサクの生贄。さっくり生贄。サクサククッキー。サクサク生贄って覚えましょう。ラングドシャみたいな食感かな、サクサクの生贄。そんな感じやな。丸三番。descend。これの答えは降りる。まあ、降りるっていう概念って感じで、ね、答えていただくと、子孫とか伝わるとか由来みたいな他の詐欺語も覚えられると思います。まあ、ですってこう、下っていくってイメージで覚えてください。どうも、カサニマロです。今日の企画、共通テスト80点レベルの英単語、これ3つわかるかな？これ全部わかったら結構英語強者です。画面をタップして、一時停止して考えてみてね。解説、スタート。丸1番、サメって。これの答えは頂点、トップよりも硬い意味で使われることが多いです。丸2番、in that。まあ、接続詞っぽいやつですね。これの答えは in that。ほにゃほにゃと言う点では、ほにゃほにゃと言う点では、これはいろんな表現と混ざりやすいので気をつけましょう。例えば that is、 これはすなわちという意味になります。それから contribute、 これの答えは貢献する。 contribute の子と貢献するの子と子で一緒なのでセットで覚えましょう。どうも、片岩です。共通テスト80点レベルの英単語、これわかるかな？ワンタップで一時停止してテストして確認してみてね。丸1番、ミスチーフ。これの答えはいたずら。ミスチーフ。これミスチーフ。丸2番、ジャイガンティック。これの答えは巨大な。発音めっちゃ難しいんですけど、そのまま読むとギガンティックなので、まあ、雰囲気でわかるかなっていうふうに思います。ギガギガ、でかい感じね。でかい。吹き音を出すには有用カードはギガンティックファイターです。丸三番、overlook。これの答えは見落とす。何々をうっかり見落とす。ルックすんのをオーバーしちゃうから、何々を見落とす。これで覚えやすいかなというふうに思います。全部覚えろ。共通テスト英語90点レベル。どうも、深谷丸です。共通テスト90点レベルの英単語、ワンタップで一時停止して、確認して、やってみてね。それじゃあ参りましょう。丸一番、affirmative。これの答えは肯定的な。affirm っていう動詞も一緒に覚えましょう。affirm は肯定するね。なので、affirm は、farm を肯定する。で、覚えてください。丸二番、proclaim。これの答えは何々を宣言する。宣言する。プロのクレーマーが宣言する。丸三番、oath。これの答えは誓い。うすの、おうす。だから、誓いが入ってます。うすの中に誓いが入っている、おうす。おうす。どうも、カサニマロです。共通テスト90点レベルの英単語、これわかるかな？一時停止して確認してみよう。ボー。丸一番、bankrupt。これの答えは破産した。銀行が破産した。bankrupt って覚えろ。丸二番、excursion。これの答えは遠足。みんなこれから遠足っていうんじゃなくて、明日のエクスカージョンのお菓子何持っていくみたいな風にね、遠足じゃなくてエクスカージョンで整えてください。丸三番、フェアカルティ。あ、最後に、もういいよ。ファカルティ。これの答えは、才能、機能っていう意味もあります。タレントとファンクションを混ぜたものって考えちゃってもいいと思います。共通テスト満点レベル。
どうも、カサニマロです。共通テスト満点レベルの英単語地獄級ということでやってまいりましょう。カサニマロもヒーヒー悲鳴上げるレベルの英単語です。タップして一時停止して考えてみてね。それじゃあどうせわからないと思うんで行きましょう。ひどいオルビッ、オルビッ、これの答えは、はい、漢字間違えた。道だね。道ですね。まあ惑星とかのイメージで考えてください。軌道。結構宇宙系の話題なんかこれリアルに出てくるんで、これは絶対ちょっと押さえてほしい単語です。丸2番、コメンス、コメンス、これの答えは、開始する。スタートと同じとね、まずは考えましょう。丸3番、エンバリッド、エンバリッド、これの答えは、病弱な。まあ、バリッドが妥当なとか使えるみたいな意味なので、使えないで病弱とね考えてもらってもいいかなというふうに思います。4番、perpetual、 perpetual、 これの答えは、永久の。ちょっと語源詳しくないんですけど、この per ってつくやつはシュっていうイメージの英単語が多いので、 per でセットで考えてみるといいと思います。どうも、カサニマロです。共通テスト満点レベルの英単語、これが分かったら本当にすごい。ワンタップ一時停止テストして確認してみてね。それじゃあ解説していきます。丸1番、 segregation、 segregation、 segregation、これの答えは、人種差別。もともと分離みたいな意味が大元となっていて、セグメントで区画って意味があったりするので、セグってきたら分ける系っていう風に考えてください。二つ目、expenditure、expenditure、これの答えは、支出。expenditure なので、アクセントに注意。それから、X が外っていうことと、あと、費用っていう意味もあったりします。まあ、expand で拡大するやから、お金は拡大する、この支出っていうイメージね。3番、bestow、bestow、bestow、これの答えは、何々を授ける。bestow、物、on、人。で、まあ、give と同じような意味になってきます。痛恨の一撃。これはボストロール。全然似てない。どうも、カサニマロです。共通テスト満点レベルの英単語 HELL ということでね、まあこれは分かんなくてもしょうがないなっていう単語を並べましたけれども、これが分かっていたら自信を持ってくださいという単語になってます。それじゃあ行きましょう。丸1番、ローズ、ローズ、これの答えは、ローズ大嫌いで覚えてください。をひどく嫌う。丸2番、ステム、ステム、ステム、これの答えは、丸3番、inquisitive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 、これは、多分けなして研究好きなっていう風な意味があります。バカにしてるっていう意味。そうそうそう、 inquire の派生語というか、まあ仲間なので、調査する、調査しすぎてしすぎてしょうがないピブな人なので、研究好きなという風に覚えてください。好奇心旺盛なも類義語ですけども、それをポジティブに捉えたら curious とかがね含まれるかなっていう風に思ったりします。皆さん、ここまでお疲れ様でした。すべてを覚えていなくても焦る必要はございません。ここから最善の行動をとって、合格率が 1% でも高まるように体調管理等をね頑張っていただければと思います。それじゃあ終わりましょう。バイ。